はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、久しぶりですね、オーパーツ使っていこうかなと思っております。サイバーリュウストラクが来ちゃって、誰一人オーパーツのイベント触れてないんですけど忘れてる人めちゃくちゃ多いと思うんですよね。今オーパーツのイベントやってるんですよ。ストラクチャーと被ってなんかもうなんかかわいそうなぐらい誰も話題にしないんですけども、このオーパーツアステガマスクゴーレムさんっていうね、このモンスターが追加されまして、普通にカードとして、まあ、今まではスキルで追加されてたんですけども、こいつね非常に強力な特殊召喚方法を持っていまして、これ強いです。非常に強い。自分のターンに、自分がオーパーツを弾いた魔法カードを発動している場合、このカードは手札から特殊召喚できますよっていうことで、要するに例えばピラミッドアイタブレットとか、あとバビロン発動しときゃ、アステカマスクゴーレムさんって特殊召喚できるんですよ。で、この魔法トラップ、魔法トラップじゃない、魔法カードはこのフリスビーでサーチできるんで、このフリスビー召喚してなんかその足りない方を持ってくればもう2体並ぶんで、モンスターが。これ異次元とのつながりじゃなくて、なんだっけ、あっちの、ま、あの父からのプレゼントっけ、あのスキルでやった展開方法と一緒ですね。で、今回は異次元とのつながりっていうちょっと特殊なスキルなんで、覚えてない方もいらっしゃるかもしれないんで一応ね、説明しておくと、デッキエクストラデッキのモンスターを墓地に送ると、なんかそのフィールド上のモンスターのレベルをなんか操作できるっていうのがかなりのインチキスキルになってまして、6送ったら6にできるし、まあ、4送ったら4にできるし、5送ったら5できるみたいな感じの、スキルになってます。でその代わりなんかその条件、エクストラデッキがうんぬんかんぬんみたいな条件があるみたいなね。でその条件をクリアしながらデッキを組むと、こんな感じになるんですけど、これアトランタルとかオーパーツのモンスター以外にも、出せるんですよ一応、プレインコートとか、フォーカスフォースはこのスキルの制約上出せるんで、まあ、これしかも強いですしね。フォーカスフォースは結構ガイアの効果をなんか融合効果を止めたりとか、あとなんか、ディーバの効果を無効にしたりとか、なんかいろんな面白い動きできるんで、このなんか映画ドボーはかなり強いなと思ってて、これ2枚入ってますと。で、もちろん呼んで普通にエクシーズすることが結構多いんで、まあ、シンプルに、この、フォークヒュークが入ってる。それから、特殊召喚できるモアイとか、それからマスクゴーレムとかもそうですけど、この辺の特殊召喚できるモンスターを使って、まあ、強引にレベルを上げて、フォーカスフォースとかアトランタルを出していくみたいな構築になってますね。はい、でやっぱ結局そのこのデッキ何がやばいかっていうと、やっぱバックが全部きついんですよ。まあ、月の種やら狡猾やら全部きついんで、まあ、サイクロンがガン積みされているみたいな感じですね。で妨害札はかなり少ないんですが、月のショット狡猾が一応入ってる。ちょっと枠の関係上このくらいしか入れられないんで、なんかちょっとモンスター効果で頑張ろうかなみたいな感じの構築です。はい、ね、デッキとしてはかなり強いですね。はい、強いと思います、ギミック的には。はい、早速、フォーカスフォースおよびアトランタルをね活躍させていきましょう。デュエルスタバイ。さあお相手の方採用、絡みかな。デュエルモード、貴様ハンドはまあそこそこだな。サイクロン欲しいですね。あーなるほど、ハンド的には、アトラミッドか、オッケー。ハンド的には、まあ、結構モンスターいっぱい展開できるんで、なんか気がするけど、僕のターン。いや、なんか毎回毎回さ、控えの結界でさ、ハンター入りしてくるやつやべえな。めちゃくちゃだな。お前、よくそのデッキ、これなんかどのぐらい事故んの、このデッキ。俺、全然最近トラミッド使ってるか分かんないんだけど、まあ、とりあえずクリスタルボーン特殊召喚。クリスタルボーンの効果、そう、クリスタルボーンの効果、墓地から来てくだからオーパーツを特殊召喚できる。顎一旦ゼロにしとくか。異次元とのつながり、これ4ですね。フォーカスフォース多分マジで意味ないんで、マジで意味ないんで、こうしてでレベル42体でオーバーレイ。まあ、あれ多分トラミッドパルスだと思うんですよ、あの癖カード。まあ狡猾だったらやばいけど狡猾やったらやばいけど、とりあえず長期間フォークヒュークの効果を発動し、一旦クリスタルボーンを素材に切ってトラミッドマスターの攻撃力をゼロにしていく。でだな、ネブラディスク召喚、ネブラディスクの効果発動。ネブラディスクが召喚に成功した場合、オーパーツカード1枚手札に加えるといい。こいつでいいですかね。ああ、今、あれなら骸骨でよかったな。まあいいや、骸骨でよかったわ。あ、でも、狡猾ケアできてる一応。こいつだったら。で、ピラミッドアイタブレット、
それはどう考えても骸骨でよかったが、まあ、とりあえずちょっとこっち察しちゃったので申し訳ない、すいませんでした、すいませんでした。セットバトル、バトルか、エクシーズして、いやエクシーズしたらモンスター数減らすとなんかパルスで割られると思うんで、マジで何の耐性もないんですよこのフォークフュークとかあのカキモンスターたちはね。だからなんかちょっとなんか800打点ぶ上げてこいつらでぶん殴った方が強いと思う俺。これ0-0でどう考えてもあいつは出てくるんですわ、スフィンクスは。なんでこれはぶん殴らざるを得ないと思いますね。2800ダメージ、まあ多分これ変えてくると思うんで、フィールド魔法まあ500上がるから、まあ最低でも2300ダメージを入りますね。オーパーツ長期間、はい、マスターね、オッケーで、フィールド魔法を張り替えていく、でトラミッドクルーザーを発動していく、でトラミッドクルーザー発動からのトラミッドハンターも効果を発動していく、はい、オッケーで、キングゴレムは打点が500上がるプラス俺は何も効果を発動することはできない、でクルーザーでスフィンクス持ってくる、で2300ダメージは受けて少なくとも、でスフィンクス出てくる、いくぜ、だって4号強っ4号強っで、多分あれパルスだと思うんですですよね、パルス、オッケー、しょうがない、狡猾でなんとかしましょう、あのモンスターを狡猾でなんとかしましょう、はい、オッケー、了解、ま、で、モンスターが増えるかどうかみたいなとこあるんだけど、モンスター増やさないでお願い、モンスター増やさないでお願いします。メインフェス終了前、あ、オッケー、バトルフェーズ入った、で、高火災落とし穴発動、破壊するだろ、蘇生するだろ、え、これさ、除外す、2枚除外すればさ、2枚除外すればあいつ守備力2500だよな、多分今3000だったろ、だから2枚除外するから今1枚増えて3000、実質3500守備力で、3500守備力だから墓地から、除外して蘇生したところで多分、俺の計算が合ってれば、2500守備力は、つまりこの爆発的最強モンスターです、アステカマスカゴレムいらな、これはですね、かぶったからマジ弱いですね、かぶったからマジ弱いけどしょうがないですね、これ多分ぶん殴りに行く、で相手蘇生してくる、で蘇生してくる、どっちを蘇生してくる、スフィンクスだったら守備力上がって、こうクソザコモンスターで結構やばいか、どっちかわかんねえ、これ2500だろ、結構殴れるよな、2500ってことは、はい、こうだろ、そう、トラミットパルスは守備表示でしか特殊召喚することができない、とりあえず2600でアタック、よし、危ねえ、危ない、プレイングが合ってたのか分かんねえけど、なんか危なかった今、お前の持ちうる最高の戦術で挑んできな、お相手のことは闇遊戯くん、さあ行くよ、ちょ、闇遊戯くんさ、デッキマジで分かんないんだよね、闇遊戯くんデッキマジで分かんなくて、あと1個言いたいことあって、闇遊戯のデッキ枠足んなくね、だからさ俺思うことあんだけどさ、ちょっと闇遊戯くんのデッキ枠マジで足んなくない、相手のデッキなんだろう、ガイアかな、トラミッド、トラミッドじゃない、ピラミッドアイタブレット発動してアステカマスクゴーレムを出していく、いやこれエクシーズしない方がいいんじゃないかな、なんかもう脳筋でターンエンド、俺のターン、エクシーズするとモンスター減ってなんかしょられる可能性あるんで、この環境あんまりエクシーズしない方がいい、サイクロン、サイクロンでサイクロンを割っていく、いいだろう、バトル、バトル、ターンエンドだ、さあ行くよ、バトル、僕のターン、誘発系か、サイクロン入ってて誘発系、サイクロン入ってて誘発系、わかんねえな、妖戦獣とかですかね、ちょっとわかりませんねこれ、セットはするわ、でクリスタルボーン召喚で、まあ、デスティニードのケアできないんですけど行きましょう、夕方多分あるあるよね、あいえそれはいい、ベイル、めんどくせえな、もう行くぞ、めんどくさいわ、ベロめんどくさいわマジで、エクシーズどこ行ったこのデッキエクシーズどうしたんだよ、オーパーツってエクシーズするデッキじゃねえのか、デスティニードローいいだろ、ディスティニードローで何を引いてくる、カイトロイドもあんのね、無限に耐久してくるんだこいつ、めちゃくちゃ強いな、さてはてかめちゃくちゃ強いけど、これあれだな、誘発めちゃくちゃ被ってるのさては、あー無理、全然無理、全然無理、
速攻魔法発動。よし、ターンエンドだ。よし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 、ドロー。オッケー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 。いやー、強い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 、非常に強い。でバトルフェーズ行くしかない。行こう。エクシーズどうしたんだよマジで。このデッキ一生エクシーズしないじゃん。ベルうぜうぜ、行くぞぜ。でっかいドロイドね、ボジロ使わない。オッケー、この状況をなんとかしないかぎりは。いや多分でもね、この打点が高いのは多分結構辛いと思いますね、妖精獣としては。でカード2枚と、でかまいたち、オッケー、セット、オッケー、いいよ、ターン終了、オッケー、いいよいいよ。でイタチ風でしょ、イタチ風でしょ。あ、今まあ使ってるからでもいいや。いやでもこれイタチ風だから絶対に波紋のバリアだった。いや大丈夫だ、光る、大丈夫だ、イタチ風だ、イタチ風だ。じゃあそのまま殴ろう1枚しか戻せねえ、そのまんま殴ろう。この遅延行為に終止符を打とう。行こう、ちょ一個言っていいか、このデッキエクシーズどこ行ったんだよ。一生2000以上で殴り続けた方が強いぞこのデッキ。確かにいいだろう、1枚ぐらい戻させてやる。うおーうおーおお、買い取るとね、オッケーオッケーゴー。速報、このデッキエクシーズしない方が強い。対戦ありがとうございました。さあお相手の方、さあ行くよ。わかんねえ、何こいつ儀式の使い手ですかね。儀式の使い手ぐらいか。今この段階で使っての儀式の使い手しかねえもんな。ピラミッドアイタブレットを手札に加えていく。でピラミッドアイタブレットの前にとりあえず骸骨ぶん投げることによってアステカマスクゴーレムを手札に加えていく。はい、オーパーツモンスター1体を手札に加える。ピラミッドアイタブレットを、オーパーツピラミッドアイタブレットを発動。これはまあエクシーズしない方がいいかな。またマジでこのデッキさ、エクシーズデッキとか言ってるけどさ、マジでエクシーズしないこと多くてさ、これでターンエンドこれで結構終わることすごいあるんだよね。モンスター減らすの結構アドソンなんだよな。ソーラーエクシェンジ、ソーラーエクシェンジはいいわ、ソーラーエクシェンジはいい。挑戦者倒す、うわ出た、うわ出た、最強デッキや。援軍やばい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 。なるほどなるほどね。墓地のカオス装着が落ちている。援軍手札5枚、いやこれやばいこと起きるか。で挑戦者の魂はゲームから除外すると宵闇が怪物を持ってくる効果を持っている。ちなみに俺はこんな感じのデッキで、KC ファーストを魂で突破しましたんで、はい。でたま、いいわそれは、もうそれはいい、挑戦者はいい、挑戦者はいい。これブラックローズとか飛んでくるってマジやめてよブラックローズは止めざるを得ないマジで。で魂の効果で除外すると、怪白か弱みを持ってきますよ。はい、で怪白の騎士いいでしょう。怪白の騎士を持ってくるのはいい、もうそれはしょうがない。いきます。いやー強い、いや行くしかない。これはブラックローズされるとマジで終わるから行くしかない。でルミナス効果で何を切る、何を切っていくのか。怪白、オッケー、怪白を切ってライトロダサシライデンを特殊召喚。もうゆっくり行くしかないよねこれ。ブラックローズ飛んできたらマジで目も当てらんないから、これとこれ破壊する。止まれ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 、いやこのデッキこれで止まんないんだ結構。ちょ止まってお願いします。魔法カード連打した時マジ強いんだあのデッキ、俺知ってんだよ、俺知ってんだよ、このデッキ使ったから前の KC カップのファーストステージで死ぬほど死ぬほど事故ったけど、魔法カード連打できた時マジやばいんだよこれ。このデッキこれマジ墓地結構強いな。いや考えてんだ考えてる。レビューにあったらさ、レビューにあんのか、あんのかそれ、やべえ。あでも光属性3体か、光属性3体か、光属性3体、大丈夫だ、破壊されない、破壊されないのはある。あでも挑戦士の方か、あ挑戦士の方がやばいね、挑戦士の方がやばいねやばい、終わったかもしれない。じゃあそっちの方のカオストロジャー、角の方のカオスの方のカオストロジャー、
何と何を、あー終わったー、終わったー人生。これマジ犯罪だろこのデッキ。あったおかしいよこのデッキ、絶対おかしい。いややばいわやってること。いや狡猾打ってるからねこっち俺、一回狡猾打ってこれよ、絶対おかしいって。これ犯罪だろこれ、逮捕だろ、犯罪だわこれマジで。ちょあいつ効果破棄してるから殴れんのかい。うぜゲロうぜ。やっぱこのデッキなんかマジで神だろ。